はい、こんにちは、レトスノーノです。9月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今すぐ行動。5秒数えて、5秒以内に勉強をすること。人は現状を維持するためにやらない理由を考えます。どういうことかというと、勉強しないといけないなと思っていても、明日も仕事で寝た方がいいからやらなくてもいいのではないか、とか、今日も仕事で疲れたから勉強は明日にしよう。というふうに、やらない理由を頭で考えてしまいます。通常、頭はこういう思考をしてしまうんですね。だからこそ、自分で5秒数えて、5秒以内に勉強に取り掛かることが重要です。なぜ5秒なのかというと、5秒だと、勉強しない理由を考える時間がないからなんですね。まあ別に3秒でもいいです。理由を考える前に勉強に取り掛かることです。さあ、今日の勉強も5秒数えて、5秒以内に始めましょう。それでは本日の3問に入っていきます。連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく弁済した全額について主たる債務者に求償できる、丸か×か。問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。連帯保証人が弁済すると、もともと債権者が有していた権利が弁済した連帯保証人に移転します。これ、法定代位と呼ばれるんですけれども、つまり弁済した連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐってことなんですね。まあ、債権を取得するって考えると分かりやすいと思います。したがって連帯保証人は引き継いだ債権に基づいて債務者に対して弁済を請求することができるってことですね。この弁済請求のことを求償という言い方をします。まあ、代位については、まあ、意味不明と思っている方多くいますが、弁済することで債権が移転すると考えれば簡単です。もうシンプルが一番。実はこの問題非常に簡単なんです。具体例を出せばこれ誰でもわかる話なんですよ。まあ、個別指導ではこの具体例までお伝えしておりますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから具体例をぜひご確認ください。で、問2ですね。宅建業者の代表取締役が懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。丸か×かという問題です。答え×ですね。まず、代表取締役も役員に該当します。そして役員が懲役刑に処せられれば、役員、代表取締役は欠格になりますね。で、これ執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても、役員が欠格になると。ということは、宅建業者も欠格になって、免許が取り消されるということですね。よって問題文で、宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。ただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか？まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、懲役刑なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですね。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。で、個別指導の受講者様は専用メルマガで、この問題の、考え方ですね、これお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。問3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土もしくは盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。で、答えは許可が必要なので、×ですね。宅地造成等規制法の許可、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において、政令で定める土地の経費変更を行う場合です。で、土地の経費変更っていうのは、まあ、造成工事っていうイメージで全然構わないです。で、政令で定めるっていうのは、これ、大きさですね。例えば、切り土、盛り土を行う場合、500平米超の造成工事の場合は、この政令で定める土地の経費変更に当てはまります。で、今回10万平米ですよね。10万平米の土地について切り土または盛り土を行うって書いてありますので、こ
これはここに当てはまります。政令で定める土地の形質変更ですね。これに当たります。あとはこの部分です。宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う工事。まあ、どちらかに当てはまったら、これは許可が必要ということです。で、宅地ってこれ何なのかっていうと、宅地の定義っていうのは、これは宅地造成等規制法の宅地の定義なんですけども、農地、砕礎放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。これら以外の土地です。この中に墓地って入ってないですよね。だからこれ以外の土地だから宅地に当てはまる。つまり、宅地にするためですよね。墓地にするためだから、まあ、これに当てはまりますね。まあ、もしくはこっちかもしれないですね。どちらかには当てはまるわけです。だから許可が必要だということになります。よって×ですね。まあ、これも、ルールに基づいて解けば、簡単に解ける問題です。必ず解けるようにしておきましょう。そして今販売している予想模試の解説の中身を、少し、お見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。